はい、チャオ亀岡です。今日はですね、3月17日木曜日のですね、注目株、注目銘柄について話していきたいなと思っております。で最近はゆっくり話してますので、1.5倍からですね、2倍ぐらいで聞いてもらえたらなと思っております。 で今夜は FOMC ですね、えー。米国のパウエル議長の発言が気になりますが、まあそれについてはね、えー、この要素とこの要素とこの要素が組み合わさったら、米国株爆上げするんじゃないかっていうのをね、えー、前の動画で上げてますので、まあそちらを見てもらうとしてですね、えー、今回の動画では日本株を中心にね、 話していきたいと思っております。まあ、注目株であったりとか、私の短期の相場感ですね。えー、このあたりを解説していきます。ということで、まずはね、阿蘇で、このチャンネルではですね、えー、コミュニティって言いますかね、チャンネル登録者向けに、期間限定の動画であったりとか、まあ、速報であったりとかね、えー、テクニカル的な説明などをですね、えー、毎日アップしております。基本的にはま、2、3日で全部消しておりますので、えー、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 ということでね、えー、まずは解説をしていきたいんですが、えー、まん延防止法ですね、いよいよ解除されるということで、まあ、あまり意味がなかったのでね、どのぐらいこれが効果あったのかっていうのは、結構未知数ですよね。もちろん効果があったかもしれないですし、なかったかもしれない。飲食店にとっては助かったところもあるかもしれないですね。えー、補助金が出たので、えー、このままね、えー、まだ、 怖い。どっちか分からない。もしくはね、ちょっと控えようかって人がいる中で、まあ、あのね、えー、やるんであれば、まあ、まん延防止法でちょっとね、 補助金をもらった方がいいいっていうおだまあ、箱数が多いって言ってね、えー、大規模な飲食店の場合は、きつかったんじゃないかなと思いますので、僕の周りもね、結構カレー屋さんをやっていたりとか、まあラーメン屋さんをやっていたりとか、まあね、えー、まあビストロをやっていたりっていう結構社長オーナーいますけども、焼肉屋さんとかね、やっぱ人がいないですよね。えー、そういった意味では、まあ今、みんな耐え忍んでるっていうところになりますので、もちろん私たちもね、耐え忍んでます。そういった意味では、ようやくまん延防止法がね、 ここで、まあ、あの解除されたっていうのは良かったんじゃないかなと思いますけどね。これも税金なのでね。えー、まあ税金であれば必ずどっかでその痛みはま発生しますし、まあ、一番わかりやすいのはね、目に見えないこういった税金が他の方に使われなくなるったことによって、まあ、子供たちが消えていくってことですね。本来であれば100人、1000人、1万人で我々の周りにいた子供たちが まあ、やはり消えていけますよね。なぜかというとね、子供が産みにくくなるので、まあ、そういうふうに考えるとね、あ、意外と私たちの周りに本来多発の、ね、3歳、5歳以上の子供たちの顔、笑顔が消えてるんだと思うと、ああ、やめた方がいいなってなるんですよね。ただ、まあ、そういうふうに考えないと、まあ、やって、やれやれ、どんどんみたいな形でなってしまうと。だから、痛みが必ず伴うんだっていうふうに考えると、まあ、やっぱりやめた方がいいですよね。だってもう、今、世界最先端でコロナワクチンを打っていると。しかも高齢者がね、 なのに、やりますかっていう <laughs>。しかもね、まあね、これはでもまあね、もっと論議をした方が良かったんじゃないかなと思いますが、まあでもいいでしょう。せっかくね、えー、ここでやめようって話になったので、まあもちろん反対する人もいっぱいいると思いますのでね。あとはね、 新型コロナワクチンのね、特許権を一時放棄ってことで、これは米国、EU、インド、南アフリカがね、中心になって、まあ暫定合意です。要は国際的に、まあ、いわゆる人々の命を優先して、あの特許によってね、守ってお金だけを稼ぐんではなくて、まあ一時的にそれを解放することによって作っていいですよ、というふうにしたということになります。ただもちろんそれで作れる技術がなければ、なかなかね、えー、自分たちでそれ生産していくことはできないんですけども、 ソ連とね、えー、ロシアと中国は確か、えー、この合意には外れてはいるんですけども、まあやっぱりね、この、米国ですね、ここが中心になってやったっていうのはいいことなんじゃないですかね。ファイザーとかもおそらく、まあ一時的にまあ特許を、まああの解放するんじゃないかなと思います。で、やっぱり製薬会社っていうのはね、うんちょうえん、ー、っていう規模でね、国からしも,もちろん補助はもらっていると思いますけども、時間とね、人とお金をね、えー、使ってこういった、まあ、 ワクチンを作るので、やっぱりね、えー、次の開発ができなくなりますよね。えー、また別の、ね、ウイルスが出てきたときに、そこに対してね、仮にこういったまあ圧力があるということだったらもう作らないよと。ね、意味がないじゃんと。ね、そのリスクを犯してるわけですからね。投資家と同じですよね。これでね、ワクチン開発に失敗したら日本でもありますけども、そこまでにかかったす、ねえー、投資であったりとか、ねえー、人件費とかっていうのが全部パーになるわけですから、 そのボランティアでやってるわけじゃないのでね。えー、そういう意味ではまあこういった形でまあ特許をね、解放するっていうのはまあすごく善意的な話ですし、まあ特に米国が中心になってやってるっていうのはね、最近なんかこうね、よく、よくなる噂もよくたくさんまあありますけども、まあそんなことはないんじゃないかなと思いますけど、特に医療に関わってる人って、まあそれは製薬会社であってもね、医師であっても看護師さんであっても、やっぱ人命に対してはまあ結構正面から向き合ってますよね。えー、僕も外資のね、 え、まあ、名前は言えないですけども、結構製薬会社さんとかね、うちあの広告代理店でや、をやってるので、たまにお仕事の相談されることはありますけども、まあ、ちゃんと真正面向いて、患者さんとかね、え、その、現場のその医療に対して向かってますよね。そういった意味では、まあ、噂されるこはないと思いますよね。僕的にはね。ただね、今回、マンボウが、え、まあ、解除されると。ようやくね、マンボウ断層、あの、ルンバの、 曲に合わせて踊るのをやめようとしているので、まあいいことだと思います。経済にとってはね。特に出遅れているので、日本株は、こっからもしかしたらね、プラスに働いていく可能性があります。まあ国力はかなり弱まってますし、まあそれはまあ、 その日本のこれまでのね、対策の仕方に,にもよりましたけども、えー、毎回ね、えー、マンボウ、それから緊急事態宣言が明けるために株価っていうのは押し上げられて上がっていってます。まあ、これの皆さんもいろんなデータでね、耳にしたことがあるかもしれないんですけども、やっぱりそれはそうですね、ここから、えー、GoTo e a t GoTo キャンペーン、そして経済対策、日田さんのね、官僚の皆さんはして、しないと言ってますけども、閣僚の皆さんはね、まあしてほしいですし、しますよ、多分。 参議院がありますので、もうすでに確か高齢者の人に5000円、ね、やらないってあれだけ言ってたくせに、あ <laughs>、ちょっと急に感情的になっちゃった。やらないって言ってたくせに、なんか、高齢者にだけ5000円払うとか、なんか公明党と自民党で言ってますよね。まあ、これも参院選に向けた選挙対策ですよね。若い人はいいや、みたいな。どうせ選挙行かないし、でえー、どうせ選挙、あのね、政治に興味ないでしょうと。一方でね、えー、高齢者の方はね、えー、みんな選挙行くし、えー、選挙に、 以外にもね、えー、そういった、まあ、あの、政治に対して興味があるから、まあ、その人たちに対して5000まあ、配っとこうかとってことで、ちょっと馬鹿にされてますよね。そういった意味ではね。本当はね。まあ、あそういうことも含めて馬鹿にされてるんじゃないかって思った方が国が良くなるとは思うんですけども、そういうことやってくるということですよ。ま、あね。それどうなのか、いか、いかがなものかとは思うんですけどね。しかも税金ですよ、これもね。うん。 思いますが、まあ一応マンボウが防止がね、解除されるということで、まあ株高の要因にはなるんじゃないかなと思っています。こあ後ね、岸田総理がちゃんとどんどん、まあ経済にね、真正面から向いて、それこそ真摯に取り組むことによって、期待はできるところもあるんじゃないかなとは思っていますね。で、ここからね、僕のポートフォリオをお見せしたいんですが、まあ日本株が60%も、空売りは外しています。そして米国株ですね。え前の動画であげましたけども、一応、まあ ETF を買っています。それからオイルはもう、 えー、売りまして、中国株でポートフォリオを組んでると。で、僕はね、えー、2月の25日に、まあ前の動画とかね、その過去の動画見てもらうと、まあ実際に、えー、消してはいないので、えー、これはつなぎを入れますよと。まあヘッジですね。ヘッジを入れました。で、えー、僕の場合は、えー、3月の15日前後が買いのタイミングじゃないかなってことをお睨んで、えー、この後ですね、 え、いよいよセリ,ンマセリングクライマックスが近いんじゃないかと。これね、え、買高がね、4兆円を超えたんですよね。超えたってことはセリングクライマックスなんじゃないかなってことを予測をしたということになります。もちろん絶対とは限らないんですけども、ただリバウンドがね、大きくありそうだと。これはね、えー、チャンネル登録者向けに、えー、投稿してます。なのでもう、1日後には消してるので、まあね、えー、そこはちょっとご了承いただきたいんですけども。で、えー、次はね、下で目処が見えたので、空売りを外しましたっていうのが、 3月9日ですね。基本的に、えー、僕はやってることをその後に、えー、そのまま報告してますので、まあ、間違ったら間違ってでいいですし、別に外れだろうがね、えー、どうだろうが、まあ関係なく僕のやってることをそのまま、喜怒哀楽とともにシェアしてます。まあその方が面白いんじゃないかなと。僕がね、えー、投資を始めた22、3年前とそういったものがなかったのでね、大体みんなね、えー、上昇トレーダーですよ。まあヘマしたり失敗したりとかっていうのを笑いながらね、 もしくは悲しみながら話すっていう、まあそういうのをやっぱ知りたいですよね。だ僕のこのチャンネルは飲み会で話すみたいな感じなんですよね。飲みながら。 トレードの話をするって、こんな楽しいことないじゃないですか。まあね、飲みに行くと、うちの社員もみんな、あの、僕に影響されて、あの、株やってるので、まあ、個別株の話とか一切しないですけど、まあ、飲みに行くと、俺はうるさいですよね。<laughs> みんな楽しそうに株の話してますよ。飲みに行くと。まあ、あのね、やっぱ、亀岡さんの見ててね、やっぱそれ以上行こうと思うとやっぱ上岡さんの逆行くしかないから、カラ売りやってるんですよ。って、だにあの、ね、カラ売り役員いますからね。有名なね、このチャンネルは結構有名なんですけども、ひたすらカラ売りをすると。なぜかというと、 神岡さんと同じことやっても神岡さんは抜けないから、僕はどちちかで買いなんですよ。もちろん、つなぎ、ヘッジ、カラオリもしますけども、まあ、買い方優勢、優勢なんですよね。それは僕の得意技がそっちだからです。それを見,た見て知ってるので、うちのね、役員はね、えー、まあ、高野って言うんですけど、<laughs> あれですよ。いや、そのままやったら神岡さん抜けないので、僕はカラオリ専業にします、みたいなこと言ってね、えー。3年前からやってますけど、まあ、 しっかり踏み上がらないとですね、踏み踏み、踏み踏みされてるので、もう絶対帰り転校した方がいいよ、みたいな。言ってるんだけども、いや、でもね、今変えたらここまでの,この経験がね、あの、全部無駄になるので、って言ってね、えー、まあ、一向に変えようとしないっていうことで、まあ、そんなね、飲み会でね、ね、えー、僕と飲んでる時に話すようなことを話してるので、まあ、その点だけはね、ご了承いただきたいなと思ってます。では、まあ、ね、 そういった意味ではね、先ほどここで話した通り、えー、ここで、えー、土点のね、買い繋ぎをしました。しかも買い、やつなぎって言って、えー、まあ、崩れそうな銘柄だけを選んで、えー、ヘッジをかけたので、同銘柄でやってるわけじゃないですね、この場合はね。同銘柄でやるっていうヘッジの仕方もあるんですけども、その場合はまあ完全に、えー、繋ぎのヘッジになりますけども、やつなぎなので、えー、一方、買いを維持したまま、一方で、えー、崩れそうな銘柄を絞ってセクターでね、売ってるということになります。で、これを、 を買い戻すっていうか、まあ、理、利確をしたってことですね。この時点でね。えー、それはもうこういった理由になっていたからってことで、それはチャンネル登録者向けにお届けしています。で、えー、まあ、全部外した上で、えー、土点で買ったということですね。これが3月10日になってますね。これも全部、あの、全部、あの、オープンにしてますので、えー、なんか急になんか言ってないことが出てきたってことは、基本的にはないですね。えー、で、買いつなぎで買って買い戻したと。 いう感じですね。えー、で、今日がね、えー、チャート的に上がってきて、こっからね、えー、コツンとして、えー、僕が前の動画であげた、えー、惑星のね、えー、惑星行列じゃないや、なんだ、直列だ。惑星直列が起こるような事態になれば、こっから一気に上がっていくような形になる可能性があります。もちろん絶対ではないんですけどね。エンタメ的に聞いてもらいたいんですけども、まあそれを期待して土点で買いを入れたと、今状況になっていますので、果たしてどうなることやらと。 いうことですよね。えー、ただまあ、ゲラクトレンドであることは変わらないので、こっからね、だらその条件が揃うことによって、まあでも、うん、どうなんでしょうかね。まあ、五分五分じゃないですか。実際のところはね。まあ、五分五分でもいいように、えー、仕掛けてるっていうことになります。まあ、常に、でもどの状態、ここであっても、正直ここであっても、ここであっても、まあ、常に相場ってのは五分五分なので、えー、どっちに行ってもいいようにしとくってことは、まあ、絶対条件ですし、まあ、上がれば儲かる、下がれば儲かる。 もっと下がればもっと儲かるというのが僕の基本スタンスなので、まあそういう感じで、まあ戦略を組んでいるということになります。で、えー、今この場合はね、今ね、まあ相場忍者ってことで、株忍者ですね。な、え、ん、ー、とかこの下落を続けていた、この相場を守ろうとして、えー、僕は今ね、この結界を張ってるわけですよ。もう最近見た人は、これなんだなんだっていうのでね、これあくまでこれ結界なんですよね。で、これが東京、東京、 証券取引所ですすねねねこここをを中心にしてて、えー、今重、ね、の五の結界張ってますこれ、ね、東京バビロンとかね、えー、X を知ってる人だったら、ああ、なるほど、そういうことね、と。だから地の理由なんだってわかるんですけど、まあ、基本ほとんど9割の人がわかんないと思いますので、しかも東京バビロンとかね、えー、見ない方がいいと思うので、 まあ僕の話をまあ100%として聞いてください。で、これ地の理由でね、えー、まあプーチンさんがね、えー、プーチンが、えまあ影響で、まあなんとかモス、モスラ先輩ね、モスモス兄さんとモスモスの弟ね、えー頑張っていたんですけどちょっと押され気味だったと。で、モスラのお母さん出,てた出たんですよ、モス、モスモス姉さんね、一発でやられちゃったので、ちょっと再登場は難しいかなと。今のところね、そういった状況になってます。そしていよいよガタガガーってことで、 実はね、知の理由の本性は岸田さんだった。とね、てっ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 てこてっ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 てて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 。 僕のお父さんかもしれないっていう、もうあぐま、もうカオスですね、そこまで来るとね。岸田さんがね、実は、お前は俺の子供だ、みたいなね。息子だ、みたいな。えお父さんなのみたいなね。まあ、そんな何かの要素も織り交ぜつつ、あ実はね、出てきたっていうことで、まあ、父さんみたいな。目を覚まして父さんみたいな。父さんなんでだよみたいな。でもね、岸田さん信念変えないので、ここはもう対決するしかないですね。っていう状況になってるってことで、エンタメなのでね。 あの、そこだけはちょっと本当にご了承いただきたいんですけども、かなり本気にされちゃうと困るんでね。まあそういった状況になってる。もとーざーみたいな。ということで、いよいよホースを使う。そういったね、状況になってるんじゃないかなと。で、まあ、この東京タワーはね、この決壊の、大体こういった場合は、決界を張ってる時の、そのポイントになってるのは東京タワー。東京タワー、パー、東京タワーでちなみに、あの、ほ本当に、あれですよね、決壊の一つになってるのがね、東京を守る。 そういった意味だね。これはもう包囲とかですよね。包囲学では僕やりますけども、えー、それになってるってことで、まあ一つ、まあここがね、ポイントになって、ここがいよいよ攻略されそうだということで、モスモス姉さんですよ、もう亡くなってますけどね。モスモス姉さん。この、このストーリーの中では亡くなってますけどね。えー、もうモスモス姉さんが最後力を振り絞って、金粉、金ピタはこれ、えっ、ー、と、なんだっけこれ、金粉でいいまあとりあえず金粉にすぎましょう。あの自分のね、えー、魚輪かなあの、自分のね、 こっから、こっから、あのね、モスモス姉さんでの攻撃の仕方は、こっからなんか、金粉みたいなのを発してるんですよ。もう金粉、本当にキラキラしてるやつをね。えー、これをこうバーって発して、覚醒するのですと。も、まあ、この時流れてるのは、あれでしょ、山と、おー、とわりの、あの、あーってやつね。ちょっとビコラに貼っときますので、ぜひ聞いてください。あれをが流れてるわけでしょ。イスカンダルのね、あのテーマでしょ。ダララララーって流れてて、ついに、出たーみたいな形で本章ですよ。 マーケットトレードタイプネオってことで、いよいよね、あのー、僕が、あの、本賞っ,ってますかね、最終形態が、このね、特急戦士ですよ。このエヴァン、エヴァンゲルンじゃない、シンカリオンのトレードタイプネオってことで、いよいよ最終決戦に臨むってことでね、えー、来ましたってことで、もうね、今17万2000人ぐらいのね、えー、視聴者の方が登録していただいてますけども、まさか僕の正体が特急戦士だった。 ってていいいうこととを気づいてたやつって多分ゼロ人だと思います、ね、まさかシンカレオンで来るかーみたいなね。ま、いろいろね、要素があったと思うんですけど、まさかシンカレオンかーってことでね、えー、いよいよね、えー、僕の本性シンカレオンだってことがバレてしまった。しかも、マーケットトレードタイプネオンって言ってね、非公開ですよ。非公開のね、えー、特急選手で、いよいよ最終決戦に臨みたいなということになっております。そことで、ダーンってことでね、いけ早ぶさだみたいな。駒田だ駒田じゃない。 こうなんと駒だな。違う。なんだこれはハヤかってことで、ハヤいサ行けってことでね、ハヤレーザーって形で、今攻撃が始まってるってことだね。倒産みたいな。はい、こんな感じで、えー、広く一般にね、こっから講示された、実際の高決算、講材料からね、返された順番で、えー、 注目感をね、ここから紹介していきたいんですけども、まあ、技術の習得を目指す番組になってますので、その点だけはご了承ください。ということで、まずはペッパーフードサービスね。あれだけ散々まあね、えーまあ、ダメだとかね。えー、俺のレストランですかね。違う、違う、違う、違う。あれです。あの、ね、あれ、ステーキですね。えー、いきなりステーキだ。ごめんなさい。 俺のレストランもどうなりましたかね俺のフレンチ、俺のレストランってありますよね俺のイタリアン。あれももうちょっとダメかもしれないですね。最近聞かないですもんね。まあでも、飲食店って難しいですよ。僕も会社経営も16年、18年やってますけども、飲食店だけをやろうと思わないですね。あれやっぱり好きじゃないと難しい。そもそも飲食がね。えー、だから僕はできないですね。難しい。難易度が高い。もちろん僕は広告、PR、マーケティングに関してはね、一応僕、 あの、投資家よりもそっちの方がプロフェッショナルなので、ね、プロフェッショナルなのでね、そっち系の方もいっぱい出してますけども、まあ、ある程度ね、一瞬のその瞬間風速で打ち上げ花火的に上げることができると思うんですよね。えー、レストラン業とかやればね、ただ、持続させるのが難しいですね宮。宮坂さんとか見てても、あれ持続させるの相当きついなと。もう初めから持続させることはもう視野に入れてない可能性もありますけども、まあそういった意味ではね、えー、その、 ペッパーフードサービス一時期ね、えー、叩かれましたかここに来て、えー、売り上げの高値をね、掴むような、今年のですよ、おまあ、えー、高値更新をしそうな感じだということで、えー、注目を浴び始めていると。まあ、それでもね、1年チャー見てもかなり、まあ、まあ、ようやく春動し始めたかな、と。ドグッドグッって感じでね、えー、してるぐらいなので、まあ、ここからどうなるかわからないんですけども、一応まあ、材料が出たということでね、まあ、5年チャートで見たら、もうやばいですけどね、これこそ、あれですよ、天バーガーですよ。 テンバガーでこういったものですからね。ちなみに別にテスラだってね、ええー、まあ、アマゾンもそうですし、アマゾンで倒産するって言われてましたからね。皆さんご存知のように。テスラでダメだろうって言われてましたし、えー、アップルだってね、えー、もうスティーブ・ジョブズが戻ってくる前はもう倒産間近だったわけですからね。ちなみにソニーだってね、十数年前までもうダメだ、倒産する、身売りするって言われてましたからね。そこから勇気を持って買い出しそうの何割かが運を掴んで、テンバガーを掴むっていうのが実態なので、はじめからテンバガー投資なんてものはないと。 心といいいいんじゃないかなかと。僕はかなり着実投資なのでね、えー、たまたま天馬ーになったっていうのはありますけども、天馬川値段の投資っていうのはもうちょっと怖くてできないですし、再現性はほぼないですね。でここから投資をして、ね、ここから大復活遂げて、しかも外資が入ってきて、でえー、さらなる上昇。 トレンドを目指すってことになったら、天売感になる可能性はありますよね。えー、ほんの分かんないですからね未来のことはね、と思います。そしてトヨタがね、半導体不足で今ね、ウクライナのね、紛争によって、えー、半導体のね、えー、レアメタルがちょっと足りなくなってきてますよね。それらも踏まえて、えー、一時的に工場を停止するってことで、えー、3月の産生産台数はね、95万台、えー、困難か、ですかね。 まあ、結構減らすって話だったので、えー、まあ、これはね、えー、業績にかなりダメージを与える可能性もある。特にトヨタは、去年ぐらいからずっと繰り返してますよね。この、減損って言いますかね、えー、そのだ、販売台数の、えー、生産台数のね、 え、減少を繰り返すので、そろそろダメージがあってもいいかもしれないな、ってことであの紹介してます。材料、これ悪材料ですね。で、今、下げトレンドではあります。一旦反転してますので、短期ではね、ショートカバーが入っている可能性がありますけども、おまあ、これがどこまで続くかと、この材料によってね、下げると思えば、まあ、おしめ買いでね、えー、もちろんいい、えー、まあ、銘柄になることは変わらないので、世界のトヨタってことでね、えー、まあ、おしめ買いを狙ってもいいですし、これがね、二段下げが入るんであれば、まあ、その場合は1600円ですからね、えー16、1600円まで来れば、 結構、お、お買い得と言ってもいいんじゃないですかテクニカル上はね。あとは皆さんの方でね、えー、監視メーカーに入れて、あくまで研究メーカーとして、いろいろ調べてみたら面白いんじゃないかなと思っております。今日はこういった形でいよいよ FOMC ね、えー、パイオレ議長の発言ね、気になりますよね。まあ僕は完全に、まあ熟睡してると思いますが、えー、まあ明日ね、その動きを見ながら、もし変更点とかあれば、えー、またね、えー、投稿していきたいと思ってますので、えー、コミュニティの方でですね、えー、そちらを見てみてください。まあ基本的にはまあ、 どうなんですかね、えー、前の動画であげた、えー、ような流れでいくんじゃないかなとは思っております。それでは今日は以上です。高速で。GO!